若い時に発症すると、重度の転換になったりとか、共通していた単語というのは、孤独という単語がまさに脳研究の国内の最前線、もう少し待ってくださいということを、かなり強調されていたんですね新潟ニュースのこぼれ話や裏話をお届け、さて、今回のテーマは、神経難病と戦う家族についてお伝えします。 取材を担当したのは相原記者です相原さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今回は9月19日に放送した特集で運動や認知機能に影響が出る神経疾患の総称脊髄小脳変性症を患った人とその家族の苦しみや葛藤その中で希望の光を探そうとする姿をお伝えしましたまずですね相原さん 今回、その脊髄症の変性症という病気、このテーマを取材しようと思ったきっかけは何だったんですか。もともとはですね、あの長岡保健所というのは、まあ、あの特集でも出てきたんですけれども。まあ、その保健所が、まあ、エーエルとか、あとは脊髄症の変性症の患者に、まあ、スマートスピーカーをですね、設置して。まあ、あの。 家電を動かしやすくするようなそういう事業をしていたのでそれを取材しようと思って、えー、取材を受けてくださる患者をいろいろ当たっていたところたまたま今回のです、ね、細貝さん夫妻に、まあ、あの出会ったというところで、えー、むしろ、まあ、あの希少な難病だということを聞いているうちにむ,むしろこちらをメインにした方がいいんじゃないかなというふうに思ってご夫妻とお話ししながら取材をしていったとそういう経緯ですね。それもかなりこう レアなケースなんですかね。そうですね。あの番組でも流しましたけど、まあ大体日本人500人ぐらいと言われていて、詳しい人数はまだ分かっていないということですね。うん、はい。で実際その脊髄症の変性症ですとか、まあ番組でもご紹介したこの DRPLA、これどんな病気なんでしょうか。はい。あのそもそも脊髄症の変性症というのは、まあ名前の通りですね。まあ症のというまあ体のバランスを取る部分の細胞がまあだんだんとなくなっていくことで まあふらつきが出たりとかめまいをしたりということがあるんですけれども DRPLA の大きな特徴としてはやはりこう若い時に発症するとまあ重度の転換になったりとかあとはあの認知機能が衰えてですねかなりその性格が変わってしまったりというようなところでかなりあの脊髄症の変性症の中でもまあ重度の部類に入ると言われているのが特徴です、はい、あのそういう意味ではまあ取材をさせていただいた細貝さんもまあ60代で発症なさって、はい。 遺伝でお子さんにもという状況でしたけれどもご家族としての苦しみというのは相原さん、取材の中でどういうふうに病気になったのは誰も悪くないのにかなり細川、はい、正樹さん、まあ、当,人当人がですねかなりこう自分を責めていて、うんまあ、娘に移してしまったとでこの DRPLA の特徴としてはそのえ世代を経るごとに発症する年齢がすごく低くなってしまうと。 なんで60代で発症したお父さんの娘が30代で発症していると、はい、いうのでですねかなりその自分を責めていったとで、うんえまあ、細貝さんの奥さんの,あの越美さんもですねやはり,こうやっぱり自分たちを責めてしまうようなところがあって、まあ、あの薬が早く出てほしいというのはむしろ自分たちじゃなくて娘のためにという思いがかなりあのあの思いが厚い、うんえー、ところがありましたね、そこはやっぱり娘のためにということを何度も繰り返していました。うんうん やっぱりこう妻の悦泉さんの立場になるとかなりこうもどかしい思いというのは番組を見て感じましたけれども、はい、あのやは取材を受けていただいた最後の決め手というのはですねやはりこの病気を知ってもらいたいと、うん、そういう意味では、まあ、自分たちさらけ出すということであのこの病気というのが、まあ、まだ解明されていないというところをやはりあの知ってもらうことが第一歩じゃないかと。 やはり取材を受けていただいた要因にもなっていますしやはりあのもどかしさというのはその一つにやはり知られていない病気であるという要素も大きかったと思いますね、うん、そんな中で、まあ、越美さんもハワイで同じくその脊髄症の変性症を患っていらっしゃるご家族を持つ塩澤さんに、まあ、出会われたわけですけれども。はい その塩沢さんも治療法をこう見つけるための団体のメンバーとして活動されていらっしゃいましたけれどもどんな思いを感じましたか、はい、あの塩沢さんの,、まあ、あの旦那さんです、ね、あのはもうすでに亡くなっていて今あの、29歳の長女が DRPLA 遺伝して、まあ、闘病しているということだったんですが、うん、あの細貝さんと共通して,たしていたのはやはりこう自分たち孤独だと。 いう点でしたねそれはやっぱり理由としては DRPLA がまあ知られていないということで、まあ、性格が変わってしまって何かこう乱暴な物言いとかをこう外でしちゃったらやはりこう周囲の目も気になるし、はいでまあ、認知症のようにこの、まあ、かなり年齢がいって発症するものでもないというところなのでやはり相談相手がいないっていうのはですね2人あの細貝さんの奥さんとまあ塩澤さん 二人共通していた単語というのは、孤独という単語が非常に、まあ、共通していてですね。うんうん、やはり、この孤独というのは、一つ難病の、まあ、キーワードかなと、うん、まあ、取材していいと思いました。あの、スロさん、ご家族が、まあ、今ハワイに住まわれているのは、はい、その。より、こう、アメリカの方が治療しやすいっていうこともあるです。あ、わかります。もともとはですね、あの、娘さんの転換が非常にひどかったので、うん、まあ、環境を変えるという意味でも、まあ、ハワイに移住されたんですが、うん、ま,あまあ、そこで、まあ。 重度の転換をもう一度発症してですねで調べたら DRPLA だったということで、うん、まあやはりアメリカの方が先進医療は発達しているということで今まあそのまあ滞在して DRPLA のまあ治療を受けようとしているところです。新潟大学の農研機構がですね、はいえー、DRPLA の原因遺伝子を特定したと。うん で現在、治療法開発の最前線に立っていると、まあ、実用化に向けても詰めの段階だという話も所長されていましたけれども、はいはい、これ、今、治療法や解決への道筋というのはまさに今、えーっとつ、番組の中でもまあ出ましたけれども、まあ、小野寺所長は詰めの段階と言っていてです、ね、かなり競争激しい世界だと思うので。 あの実は聞いたんですけど放送できてない部分も実はあってですね、うん、ただまあかなり、えー、と取材をした印象だと相当詰めの段階にきてるなと感じました、うん、まあこの中でやっぱ取材で言っていたのは、うん、もう少し待ってくださいということをかなり強調されていたんですねこの分野でやはり新潟大学農研究所はかなりまあ先頭走ってはいるんですけどやはりこう研究の競争は国際的にきあの激しいんだなというのは取材していて非常に感じました。うん、はい では、あのまあ、先日放送した内容でもしかしたらこう希望の光こう期待を持たれた皆さんも多いと思いますけれどもそれ以上に現実的には、はい、あの。 治療法確率に向けては進んでいる、はい、そうですねそう何年も先とかそういっったたレベルではなかったですねあと、うん、は爪の段階なのでいろんな確認を今しているところだというふうにおっしゃってました、うん、で実際にもうあのアメリカの方で治療が、まあ、試,験試験的に始まっていて、うん、まあそれを受けることになったあの塩沢さんの娘さんいるんですけども、うん、基本的に新潟大学の研究と今回アメリカで先に始まるというのは基本的には考え方は一緒で。うん あの拡散治療薬というものをまあ使ったあのコンセプトだということはまあ小野寺所長が言っていたのでまあ同じやり方で日米で DRPAA にまあ移動もうとしているという状況ですね。うんかなりご家族にとっては本当に希望の光になりそうですね。そうですねあの本当に早く届いてほしいなと思います。うん、はい大原さんその新潟大学の農研技構まあ農研ですけれども。はいはい まあかななり権威なんでですすよねねそう私も取材であの、まあ、恥ずかしながら初めて知ったんですけども、うん、今回、DRPLA の研究の、まあ、先頭走っているということなんですが歴史をひもとくと研究所ができたのは昭和42年なんですけどももともと前身はもう戦前昭和13年にです、ね、新潟神経学研究会という前身の組織があってそこからまあ始まっているかなり歴史のある、えー、研究所です。昭和13年ですかはい あの特にあの水俣病とかですねあとは脳死判定に関する研究というのはもうこの新潟大学の脳研が、まあ、あの先んじて実施したようなところで、うん、DRPLA をまあ研究しているその研究棟にお邪魔しましたけどもかなりそういった研究者が集まってきている組織で、まあ、脳,に脳の仕組みとかですね、うん、まあ病気にこう挑もうとしている研究者が非常に多く集まっているそういった組織で、うん、あのかなり驚きました。うん まさに脳研究の国内の最前線なわけですね。そうですね。はい。はい。こういった難病に向けてこう、まあ、ご家族の苦しみもそうですし、まあそれにこう立ち向かおうとしている研究者の皆さんの努力というのも非常にこう今回感じることができましたよね。はい。はい、さてここまで相原記者とアディショナルジェニー方お伝えしてまいりましたえ。今日お話ししたニュースの VTR もですね配信をしてお伝えしていますのでぜひチェックしてください。 この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。では皆ささん良いい週末をお過ごしください